皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。今日はコラボ動画となっております。はい、自己紹介をお願いいたします。はい、田辺校長で現代文を教えております、予備校講師総啓司と言います。はい、よろしくお願いいたします。帽子取っていただいてちょっと色が派手なんで、お見汚しかと思って。はい、いやとてもないです。はい、ということで総先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。本をですね、以前いただきまして、はい、こちらペンツちょっと出張なんで持ってきたないんですけど、こちらいただきまして、その前からもツイッターではつながっていたかなとやり取りはさせて、させていただいてなかったんですけど、はいはい、今回コラボに至りました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ただ呼びされてるということで、そうなんですよ。ただ呼びさんのチャンネルの方でもコラボ動画上がってるので、はい、見ていただきたいんですけど、うちのチャンネルでは現代文の勉強法についてお伺いしたいんですけど、はい、私自身もちょっと許せないことがありまして。許せないこと？現代文はフィーリングみたいな、はい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 、はい、巷ではあるじゃないですか。あるんですか？ありますね。ちょっと待ってください。まあ、帽子取らなくていいか。いや、まあ、ありえないわ、吉村さん。それ、未だにそんな質問来ます？来ますよ。フィーリングじゃないっていう意見を聞いてるはずなんですけど、はいはい、うまく落とし込めてなくて、結局センスでしょって言ってないけど思ってる子たちも多いと思います。なるほどね。私自身、京大工学部に受かった、ギリギリ受かったんですけど、はい、数学こけても受かったんで、国語の二次試験で、結構50点ぐらい取れてたからなんですよ。ほう。で、京大模試の国語で僕偏差値ずっと70超えてたんですよ。国語で。で、数学はもう1問も解けないとか。それ、よく理系で。そうなんですよ。まあ、はい、理科とか英語で、そう、普通理科なんですけど、国語が一番偏差値高かったんですよ。で、本番も同じように半分ぐらい取れて、はい、なんで国語に結構助けられてる身なんですよ。いや、すごいですね。っていう中で、はい、みんな結局ロジカルに国語を捉えてないんじゃないかな説がありまして、今日はちょっとそこを含めて、じゃあ現代文ってどういう風にやったらフィーリングじゃなくてちゃんと点数上がっていくんだよみたいなところをぜひもうプロの先生にお伺いしたい。なるほど。いや、僕ね、こう、まあ、いろんな説明仕方ができるんですけど、はい、現代文っていう教科はね、例えて言うんだったら 100m 競走でスタートの場所がまず違うんですよね。はい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 、はい、例えば、まあ、現代文の力っていうのは、まあ、受験現代文のみならず、うん、膨大な人生の中の言語活動が基礎となってね、はい、で、うん、その上に、まあ、読む書く力みたいなものがまあ乗っかってるような構造なので、日頃からどんなどれぐらい本を読んでるのかとか、うん、友達と抽象的な議論したり、うん、ものを考えたりしてるのかとか、伝わるような論理的な文章をどれぐらい書いてきてるのかとか、こういった経験の蓄積、言語体験全部がまず母体になってるはずなんですよ。ということは、これ学生によってはね、はい、もう本が嫌いで、もうメールとかも一言で絵文字だけとかあるじゃないですか。はい、ありますね。もうそうなると、国語のテストであんな長文読まされて、はい、論ぜよとか、どういうことか説明せよって言われてもね、綺麗な日本語にやっぱなりにくいんですよ。で、これはその語彙力そのものを厚くしたりだとか、はい、いろいろこう手当て の取り方あるんですけど、現代文ってやっぱりそうね、母語なので、はい、そうですね。相当な量、それを、はい、なんていうか、乾いたスポンジにね、うん、どこまで水が少し吸収されて、うん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 、いつこれが完成するんだっていうぐらいの量なので、うん、報われない感が多分あるんだと思う。はいはいはい、なるほどなるほど。でもこれってやっぱり自分の人生、まあ、半生といいますか10年振り返って、はい、正直ね、半ば自己責任でもあるんですよ、うん、確かによく本を読んだりね、はい、僕が好きで吉村さんみたいに、はい、まあ、点も取ってお前できるなって言われてた生徒は、うん、まずそこでね、ちょっとアドバンテージがあるんですよね、うん、ピストルの合図と共にゴールテープの近くからもう走ってるみたいなので、やや不公平に見える、はいはいはい、本当はちゃんと自己責任なんですよ、はい、でもやや不公平に見える、うん、この徒競走の実態を後ろから知ってる人間たちは、はい、なんだあいつら結局もともと恵まれてて、はい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 、センスあるだけじゃんってこういう、で、またそのできてる生徒の中にもかなりの割合で自分がなんでできてるのかってことが、はい、うん、この因果関係そのものがね、うん、言語化できてない人間って言うんですよ。だからそのよく僕聞くんですけど、はい、僕選択肢が光って見えるんですみたいな言うんですよ。もう答えは3とか他の別に検討しなくたっていいみたいなね。これでしょ答えはって、ね、そうなんですよ。マーク式やったらね。だから分かってるのはいいことだし、はい、点数取るんでね、はいはい、あの予備校講師としては文句はないんだけど、はいはい、ただ言いたいことは人を教える立場にはなれないじゃんっていう、まあ、は自分がなぜできるのかが言語化はできないけど、うん、でもテストを解くことはできてるという生徒が一定数で、はい、特別できるけどなぜできるかわからない連中と、うん、できなくて勉強してもなかなか成績が上がらないから、うん、他の教科に対して暗記系の教科ってある分野やったらその分野の焦点
テストで読んでもすぐ点数取れるじゃないですか、はい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 、でも国語って一個の文章を読んでも次出てくるの別の文章ですからね、うん、そうですね、英語長文もそうです、おっしゃるとおり報われ感がないというこの両極端の生徒の数が、多分ね、分布曲線でかなりの割合で、彼らがある種都市伝説としてね、はいはい、先輩から後輩と長く語り継がれるその度に、まあ結局ここなんてできるやつはもうもともとできるし、やったところで、まあ、報われないぞと、うん、それだったら数学とか社会科とかもすぐ点数だから、ね、はい、古文漢文ですよね、うん、こっちの方が短期で完成するから、うん、行った方がいいぞってこう言うんだと思うんだけど、はい、もうね違うんですよ全然違うんですよ、これこう跳ね、髪の毛跳ねちゃってるけどそうではないんですよ。言葉の力、要するに 原文の力を叩くってことは、はいはい、ビジネス社会で生きていく上でもね、まあ、そうなんですよね。結局ちゃんと勉強した人がそういう意味でのコミュニケーション力ない人の発言を噛み砕いてどういうことかなって理解しようとして、こういうふうに言った方が伝わりやすいですよって言ってっていうのが、天性でできる人に迷惑かかるのはまだいいと思うんですけど、学んだ後天的なものでできる人できない人で、できない人ができないんだからしゃあないじゃんって言って社会でできる人に迷惑かけるのは筋違いだと思うんですよ。本当にそうなんですよ。努力で何とかするところを堂々とできませんって言うなとっていうのは思います。社会人やみたいな。おっしゃる通り。いや、もうそれならね、吉野さん、その、まあ、いわゆる一般的なリテラシー能力ですよね、はいはい、これっていうのは実社会に出てもう痛感するのはかなりレベル差のあるレイヤーが本当あって、はい、もうちょっと言うとね、リテラシー能力が低い人間がほとんどというのが、うん、例えば SNS なんかやってたら実感しますよね。もうコメントでも何でもそうですけど、伝わってないなとか、うん、これ伝える側の技術の問題ももちろん半分あるんですよ、うん、でもそれだけではないところもやっぱどうやらあるみたいで、うん、言葉の力をね、まあ、若い段階で叩いておくっていうのはめちゃくちゃ重要な、うん、自分をちゃんと誤解なく伝え、うん、相手に言ってることもきちんと理解しというね、コミュニケーション能力のねベースなんですよ、うん、これも生きる力ですよね。いや、思いますよ本当に。それが問題とくっていう形でやってるだけであって、はい、ただでも記述とマークでも結構違ったりもあるじゃないですか。まあそれもありますね、うん、ですし、みんながやる勉強って問題解いて復習で点数悪かったらもう一回とか、得頻度を上げるとかっていうことばっかりしてる人が多いと思うんですよ、うん、なるほど。ただ現代文ってそれだと別により間違いという見方が刷り込まれるだけな気がしてるんですよね、個人的に。ちょっと待ってください、吉野さんと話したこの画面をどこかで経験しました。あ、そうなんですか、はい、デジャブみたいな。何ですか、今日初めてお会いしたはずなんですけど、はい、もしかしたら前世。いや、前世で。今の冗談というか本当なんですけど、受験生ですね、を主に指導してて、はい、常々思ってるんですけど、現代語の力って、はい、まあ、読み書きも含めて全部トータルなんですけどね、例えば書いてあることを理解するっていうのは、はい、社会性そのものの構築なんですよ、はい、語彙がちゃんとね豊かに身についてて、はい、日本語としてちゃんと共有場をお互い理解し合うための、うん、まあ、コードだとか、はい、ロジックだとか、はい、まあまあ、文法だとか、はい、あらゆるものをちゃんと学習記習していたとしても、うん、うまく伝えられないかもしれないけど、マインドの部分ですね、はいはい、こちら側の部分が、はい、エンクローズしてる、はい、要はなんだつまんない文章とかね、人の話聞く時もそうじゃないですか、はいはいはい、もう大嫌いなやつが話してる時ってもう早く話終わるよって、こうなってると全ての力が相出揃ってても理解がね、こう手薄で終わっちゃうんですよ。終局的には例えばその書いてあるものとか人の話を正確にこちら側にこうちゃんと理解するってことは、向こう側とねうまくコネクトするね、はい、こう共有場を作っていくという社会性そのものだと僕思うんですよ、うんうん、またこう表現することもそうですね、はい、ちゃんとしたこう文法とロジックを構築してたとしても、うん、一人上がりな発想だとか、うん、突飛な自分の考え方で向こうと共有できないものを提示してるときっていうのは、うん、なかなかね向こうに伝わりきらない、はいはい、ここのところってコミュニケーションそのものなんですよね、うんうん、だからどこかでこう自分自身にこう内閉してしまってる、自閉してしまってる、なるほど、そういう生徒っていうのはいろんな知識と技術を伝えても、確かに特にね小説分野になるとねコネクトが必要なので、はい、成績が一応に落ちるんですよ、はい、国語っていう受験教科ってちょっと異質で、ロジックを教えたら回答が出来上がる数学だとか、うんうん、ちゃんとこう記憶したら吐き出せるような有機化学とかそういうのと違って、はい、作者の
話の内容と自分をねちゃんとこうね一つ共有場の中に理解の土俵を作れる能力というかね、はいはい、これがいるんだと僕思うんですよ。いわゆるマインドセットの部分で非常に難しいんですよね。さっきおろそこ言いますもんね、ちょっと今回何か面白くなかって入ってこなかったみたいな、そうなんで、それを例えば後から、うん、この文章には不慣れだから、はい、君にとって不得意なジャンルだからという言い方で、うん、言語的に決着させてる、語彙力が不足だから語彙集を学びなさいと、うん、これね半分当たって正解だと思うんですよ、うんうん、でもそれ反面違うような気がするんですよ、はい、要はその手の文章に対するどこかにトラウマなりアレルギーがあって、ね、慣れてないのみならず、うん、ちょっとね好きじゃないっていうところがね、うんうんうん、全面でこう知識とかこうロジックが入ってくることに対してブロックが働いてるような、うんはい、ここをね除去しないと実はその語彙力だとか文法を学んでても入ってこないところがあるような気がするんですよ、うん、例えばその証拠に国語の偏差値だとか語彙力がその飛躍的に向上するわけじゃない生徒なんですが、はい、受験学年の2月3月4月5月ぐらいまでは、うんはい、どこかこう車に構えて授業をこう聞いてる生徒がやっぱり一定数いてね、はい、ぐっちゃ教えながら、はい、何やろうって思ってるんですけど結構わかりますよね。わかるんですよ両然これやっぱねもうちょっとみんな言ってくるんですよ、大人だって傷つくの、ね、だけどやっぱりこっちはプロだし、はい、いらだってるわけではないからね、はいはい、そんな暇はないですからね、うん、聞いてもらいたいし、はい、聞いてもらえてないうっすらとした拒絶されてる感が、はいはい、大人だって傷つきがする、もう正直言うとね、でもそれでも頑張って教えてる、はい、ところがね夏休み終わったぐらいですよ、はいはいはい、やらなきゃまずいぞと、はいはいはい、いよいよ俺受験生だぞって、はい、こうなるとこうなってた生徒たちが徐々にね点取らなきゃって、こうなるこれなんですよ前の目に、そうなるや否や授業がスムーズに理解できるし、文章もこう、こう前のめりになって読む生徒とか、要するにねギアがちゃんとねトップに入るのが遅い生徒ってね、うん、かなりの割合があるんですよ、うん、現代文の理解っていうのは文章と結局こうコネクトして理解の共有場を作らないといけないので、ここをなんとかしたいと思ってね授業の中でいつも工夫してるんですよ、はいはいはい、それでいくとマーク式の方の国語って本質的にやっぱそっちには繋がらないですか、社会に出てからの話とかで考えると記述って当たり前に読み込んで自分の思うことを書くじゃないですか、はい、思うことって、はい、答えだと思うこと、そこのアウトプットがやっぱり不足するっていうのは、だから今話聞いててやっぱりマーク式どうなんだろうなって勝手に思い出しただけなんですけど、あそうですね、マーク式の場合っていうのは本当に変な言い方してるんですか、はい、文章に書いてある通りのものを選べってことでしょ、はい、で正解が書いてあるわけじゃないですか、はい、今そのなんで間違えるんだろうこれ言ったら身も蓋もないでしょうけど端的に本質を指摘するとそういうことなんですよ、うん、合格者と不合格者の選抜をしないといけないという入試制度の本質からすると、はい、膨大な数点数差をつけるためにはまあもう大抵私立大学なんで、はい、客観マーク式にするじゃないですか、はい、ここで正誤の差を生むためには正解がもう正解そのままの顔をしていてはならないんですよ、はい、そうですよね、かつまた誤りの選択肢ももう全くダメ選択肢だといわゆる消去法で簡単に正解が出ちゃうので、はいはい、それで差がつかない、つまり入試制度として不適切な出題になる、はい、制度上の要請から正解を選びにくい微妙なディストーションをかけてあの問題が出来上がってるんですよ、すごいですよね、まあ、いわゆる引っ掛け問題そう、ね、あれ、はい、この間なんかそのクイズノックの伊沢さんっていうその優秀、はい、の方が、はい、免許、選手免許あ一時ネットニュースになってましたよね、とんでもない問題だっつってね、雨の日は注意しなければならないとか、はい、その罰だと、はい、晴れの日だとね、はい、いつだって注意しなきゃいけないからっていうのが、まあ、背後の正解のロジックみたいなんだけど、はい、いやいやそれもうさすがにこじつけじゃないっていうねどこまでも考えなきゃいけなくなるじゃないですかそうそうそう、でただ僕が言いたいのは過去問を学んだ人間って、はい、出たこれ例の引っ掛けだって、はい、試験制度だったらすべからく全部そうなんですよ、大学入試なるほど、客観マークは私立大学ごとになし、その協定なら共通テストごとに、うん、その問題特有のきっかけの癖みたいにそういうのもあって、ここに過去問として習熟を先やっておくと、うん、そのテストに強い頭ができるという構造になってるんですよ、
だから客観問題に強くなったからコミュニケーション能力において総じて巧みになってるかどうかというと、はい、ここもたぶん別だし、うん、客観選択肢問題特有の解き方のなんかこう、まあ癖みたいなものを学ぶっていうことが試験制度において有効かどうかっていうと一定程度役に立つのも事実なんですよ、うんうん、もちろんそれが現代国語というものの学びの本質かどうかというと、うん、まあ、ちょっとまた異質ではあるんですよ、はい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 、その自動車免許であの程度問題出たら罰だと覚えておこう、あ、丸か、丸だと覚えておこうとかね、いわゆるそれってマニュアル解釈だから、うん、でも世の中の文化っていうのはどういうものにおいてもある程度のマニュアルみたいな作法みたいなのがあって、うん、そこに習熟して扉を開ける鍵を手にするっていうのはどの分野でもありなんですよね、うん、だからこれ一定程度役に立つ、うん、で僕が言いたいのはその現代文というものの科目の持つ本質的なポテンシャル、はい、要するにリテラシー能力っていうのはそのマニュアルを学んで合格することのもっと向こうに本当は本質があって、あの予備校講師だというのがこれね、ある種不幸、僕に言うと不幸なんですけど、はい、合格させるのが僕仕事じゃないですか。ああ、そうですね。だからもう思いっきり振り切ったら、はい、そういう話をしちゃえばいいんですよ。確かに確かに。かつまで僕はできる、あんまり仕事ではないですけど、はい、ただ受験勉強ってね、うん、初めてまともに言葉、特にその母語を真面目に勉強して点取ろうと、うん、初めて前向きにね、真面目に向き合う瞬間じゃないですか、うん、入試制度って。そうですね。だったら本物でいてほしいし、はいはい、本当にこいつが社会に出た時に、はい、あるいはさっき言った大学に入った時に、はい、本当に大学の中で何もない中で自分のテーマを見つけて、はい、知的好奇心でなんかネタ見つけて、うん、いろんな資料を集めて、うん、バリバリ進んでいくような、うん、本当のリテラシー能力を持つ人間にちょうどいい機会だから、うん、その話をしてやりたいんですよ、うん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 、入試制度みたいなのは常にこういたちごっこで、はい、まあ、制度がこうコロコロ変わりますからね。そうですね。変わるやいなや次のマニュアル、変わるやいなや次のマニュアルっていう、こう後から後から追っかけていくっていうのが本質的な議論の後先がもう逆な気がするんですよ、うんうんうん、それだったら最初から本物の力を見つけて何が来ても戦える力にしておく、うん、そうですよね。そこは、そこを僕はまあ目指してるというか、うんうんうん、そのためにあの本を書いたんですけど、はい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 、ちょっとまあ一言申し上げたかったもんね。多分出てるんです。はい、概要欄にも、まあ、出ると思いますよ。はい、おっしゃるようにフィーリングとかね、センスって言いたい気持ちは分からなくないじゃない。でも、もうそれはね、努力を放棄したものの言い訳だし、そうなんですよね。いろんな環境とかね、もう今までこう本が好きで読んでたとかね、友達とコミュニケーションを取るより一人でいるのが好きだとか、資質的なね、環境面も全部もう含めていますよ、うん、それはそうなるべく恵まれてたの、うん、ね、そういったものに対してただ一言センスで済ませるんじゃなくて、うん、コツコツした努力で例えばロジックを身につけるだとか、うん、文法を学ぶだとか、うん、面白い豊かなものだってちゃんと知っていくことですよね、うん、そうするとね、ちゃんと点数は、ね、伸びます。伸びます。本当にそうです。いい言葉をこれ伸びますか。伸びます。諦めの早い人多いんでね、ロジカルじゃないんで本当にそうなると、うん、あ、そうですね。そうなんですよ。スタート地点違うっていうことを受け入れた上で頑張ろうとするならもうちょっとその腐らずにやれるんじゃないかなと、ね、戦える。そうです、うん、まあ、理系の人のね、現代文とか結構いいもんですよ。取れてるだけで差がつくんで。あ、そうで、本当におっしゃる通りですね。マジでそうなんですよ。助けてもらったんで、はい、助けられたんで兄弟の国語に。はい、なんでちょっと今日は小説深い話してもらいましたけども、現代文ね、はい、諦めがちなね、うん、人多いと思うんで、その人に届いたらいいなと思ってお話していただきましたので、はい、刺さってきた人は現代文やってください。はい、出版された本とただいぶさんのチャンネルと、はい、はい、概要欄に記載しておきますので、そっちでもねコラボ動画上がっておりますので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、それでは本日はお越しいただいてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さよなら、はい。